止まってた。すごい軽い。わざとらしいよ。本当？でも嘘じゃない。やるかやるか。それを取りたいと思う。ビール置いて置いて。もっといいリアクションできるように頑張ります。ショーケニーお願いします。おお。大丈夫。なんかケーキ来るから、なんか終電後も遊べるか聞いてって言うやつ。あ、終電後も遊べる。いい体してますか。君たちはあの普通っぽく見き普通っぽく見えるし普通に行けると思う。嘘ば。まあまあ一番この人はやりやすいかな。彼女はやばいでしょ。やばいね。私一番大丈夫でしょ。あれ昨日行ったんだっけマッサージ。昨日でもお昼寝してたからどんなの行ったの？あの普通のほぐし屋みたいな、3000円の時計行ってる時はもうタイマッサージだったけど。僕も一回行ってた。ビール、ビールですね。はい。あとそれでも一口なしで。もうリラックス。僕でしてもらって。そうなんだ。そういう問題じゃない。意外に大丈夫でしょ。一社会人。十分前に行われてるよ。二分前で褒められ、二分前に褒められ、早番で二分前に行くと。すごい。顔が真剣だすちゃん。ちょっと帰る前に動画出てる。無事で13分前に着く。あ、なんかね、小顔マッサージとかやってくれるらしいよ。小顔マッサージ。男じゃないの。小顔マッサージ。小顔マッサージやってくれるの。股間マッサージって別に男じゃないねえさ、俺言ってないからね。股間を滑舌が悪いのよ。なんかあと骨盤マジでやってほしい。すごい動画出たら3テーマでチップやって。いやーもう最高。行く行く。あ、本当に出る。いい大丈夫、全然行こう。いつでもいいよ。いつでも水曜日空いてるよ。今週のシェフは無理だから来週以降にしよう。シェフと週末に出すから。この人は何をやるの？私はもう普通に飲み屋で働いてます。そういうことね。短期で働ける仕事って飲み屋しかないです。飲み屋ね。飲み屋ね。イチローシチューに似てるらしいよ。本当に？ちょっとサーチして、サーチして。似てる気がする。サーチして、そんなの。イミホジ最近出てたよ、テレビに。あまりテレビ見ないのだった。知らないイチロー選手なんですか？知らない。イチローさんは大好き。似てる気がする。本当に？言われませんか？言われたことないですね。ググって見てみて。うん、見た見た。もう、イミホジは無理かな。微妙な角度の写真しかない。他にちょっと散歩ささがって横に歩いちゃいけないでしょ。あれは多分今日二日酔いで寝不足だからだと思うんだけど。ああそうじゃん、学生だったじゃん。学生卒業したから。そうじゃん。でも正直な話、お兄様、どういう順番で体のなんか凝り具合とかは誰が一番ひどい？1、2、2だ。じゃあ1、SA、あ違う、SA-A だ。あ、じゃあ私が若干 A ってダメかな。でも3人の中で一番まだマシだマシってことでしょ。 0.5 だよね。違うかな、これ昨日やったから少しいいの。あ、そっか、やってなかったらさ、昨日だって下半身しかやってないから大丈夫。私だって運動してるから。運動してるから。運動してるの。
運動してるんですけど、え、これって普段の姿勢が良ければ凝らないとかそういう問題ですか？あなたもうちょっともともと歪んでるじゃん。何そうなんだ、元々歪んでる、私歪んでる、歪んではないでしょ、性格が歪んでるだけで、骨は歪んでない、直せる、性格なら直せるよ、体は分かんない、それは間違いない、そのない。なんかね、角度によって気がする、でも正面っていうよりもなんか、なんだろう、角度とか目を伏せた時の気がする、うん、でも、ユニバフジを調べようと思って、ユニバフジを調べようと思って、腰とかもできるんですか？腰とかも、いやーわだだ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 、昔は分かんないけど、最近の最近、最近の一郎選手の、これ疲れてる感じでしょ、最近のちょっと節目がちだけど、はいはいはい、似てる気がする、はい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 、あ、分からんでもない、似てる雰囲気が違うと思う。だから、芸能人でいうと誰に似てますかって聞かれたら、イチロー選手の奥さんってよく言われますね。あ、芸能人でいうと誰に似てますか？わかんないですね。あ、そういえば最近イチロー選手の奥さんに似てる言われますね。ちょっと世代が違う。あ、似てる似てる、これ似てる、めっちゃ似てる。アンリとかさ、これ私の古いけど、すっぴんの時、すっぴんの時だよ。アンリ似てる。アンリ見せて。これすっぴんの時の私にめっちゃ似てる。あの歌手のさ、歌、何歌う人だっけ、忘れたけど。古い人聞けばわかるよ、あ、これもうちょい若い時の出てくるから、若い時のどれ若い時の調べようか、ちょっとあんまりピンとこないけど、イチロー選手の人、あれはちょっとね、いや、あの角度、角度、角度、角度ね、いや、もう自分にすっぴんの時あんな感じじゃない、イチロー選手の奥さんはちょっと腰が上だけど、いやいやいや、散歩後ろ歩かないとダメらしいよ、イチローさんの、そうそう、イチローさんの散歩後ろ歩かなきゃいけないらしいよ、こんな感じ、アムロナミエみたいだけど、ちょっとわかんないから、こっちこっち、いや、それはないな、それはないって、それはないって、それどっかが似てるだけじゃないの、じゃあ、いやいや、こっちのが似てるよね、私、由美子夫人とさっきの方が似てる気がする、由美子夫人、わかるわかる、だって昔のそのか、だって本当のに普通に出てる写真探して、でも昔の由美子夫人はちょっと違う、今の由美子夫人だって一郎さんぐらい、向こうが追いついてきたんだね、まあ一郎さんみたいな人と付き合ってるからね、そうだね、そうなるよね、そうなの、まあそうなるね、ちょっと将来戦闘路、今は何、今は下積みのエンドロール何下積みをしてるかな、将来一郎になるためにそうそうそう、年下なの、同い年、同い年、そうもう超すごいもんね、多分なんか段が若すぎたんだね、そんなんないや、3個下だから、君の1個下でしょ、そうだ、ね、そうだ、段1個下だった、はい、ってことは今年30になるし、ね、私2月3日だった、5月だから30だね、やばいよね、しかもさ、2回ぐらいしか会ったの結婚したでしょ、毎日電話してんのに、あ、すいません、前の旦那なんですけど、
2回しか会ってない。2回しか実際に会ってないんですよ。イギリス人だったんですけど、イギリスと日本で国際電話を毎日してるんだけど、会ったの多分2回ぐらいで席入れて、なんか聞いたことあるよ。うちの昔のスタッフにいたよね。ザムさ、急にさ、健康志向に目覚めたの。昔全然お酒飲んでたじゃん。ザムさ、急にさ、お酒飲むと体に悪いから、で筋肉つけ出してプロテインでどうのこうのして、で柔道習ってね。ねえ、あ、違う違う、空手ね。空手だ。わ、それすごい。なんだそれ。そうそう。なんだこれ。背中。肩のところがしびれる、それ押すと。わ、すごい、新しい発見。ポジティブ。やば。前から食ったんですよ。いつも下に引っ張って切るから見えるから。引っ張って切る。わー、なんかいろいろ目立つなってきた。今日どうだったの？ね、見なかったんだ。あ、ごめん、いろいろなこと言ったって。マジで写したかな。いや、うちが写した。2人で写した。うちが写した。うちが写したら、風の風なら言ってもいい。ねえ、わー、可愛い。癒しまだ伸ばすよ。どうか、うん、え、結婚式終わったら切るの？切らん。子供ができたら切るかな。時間がなくなるよさ。もうあれです、ふらはぎ疲れるんですよ。もう感覚なくなるんですよ、この辺とかしびれちゃって。うん、寒さとあの、やばいよね、低体温症じゃないんですけど、血圧も低くて時々ほんと測れないんですよ。はあ、うん、だからちょっと軽く早走りで走ってきてる、走ってきてみたいになる。生きてないかもしれない。マジで生きてない。みんな秘密があるんだ。めっちゃ気持ちいいさ。眠くなんでしょ。もう超リラックス。今の眠いよ。やったね。うん。いや、その前からおかしいと思うよ。うん、そうだと思う。なんかだって、若干まだこの辺さ、なんかこうなると痛いの。逃げてるって顔する。自転車のせいだよ。はぁって言われたもん。自転車に朝かけてさ、はぁ、うん、
その動画を釣りでお忍びで来た一郎夫人をマッサージして再生するの、釣りよね、釣りすぎだよ。いいよ、全然いいよ。似てないし、同じ角度してる、同じ角度できる、同じ角度してる。ちょっと疲れて3歩下がった系だよ。お、なった。それでいくよ。反対？反対？反対？ここで決着つく人たちじゃないね。背中の骨も鳴らすんですか？鳴らします。鳴らせますか？背中の骨バキってできます。あの今？うん。家に着いたらぜひ鳴らしてほしい。首の後ろで、そういう、それとは違う問題。たまに分からなくなるからね。あかんやん、それは分かって。ただね、あのボタンがね、微妙に違う。微妙に違うよね。おかしいよ。めっちゃ鳴った、めっちゃ鳴った。マジで外で履いてたやつを、いや、背骨鳴らすのめっちゃ好きなんです。ありがとうございます。大丈夫、大丈夫。めっちゃ良かったし、めっちゃ良かった。すごい、本当にすごい。背中バキバキ。でも私もバキバキ好き、バキバキわかる。はいはい、座って。でも、これ私、どれかな？あ、それこそ外でやるの？え、なぜビール？こっちビール。そっちなのか。ビールじゃない。他に違うでも掛け替えてる。そうそう、あと変えた方がいい。でもさ、得じゃん。どんなことにも使えるのが部屋に得じゃない。なんか付属の事態がある。あ、最初だね。ああ。じゃあ乗らない今日。寝れるように。これに背中は骨直しときます。でもさ、おしゃれすぎなさ、スーターだけ付属しました。背中はね、本当楽になる。そこから痛くもないし、ただ姿勢が良くなる。ちゃんとなんかさ、ひどい汚れてもさ、とりあえず洗濯して着れるじゃん。なんか違う、それそれ違うらしい。それだったら分かってる。やりがいがある。もう全部痛いもん。なんかおかしいよ。パジャマ買おうかな。なんか散々ないわよ。散々殴られた後だ。そんなプレイしてんの？ないよ。してるしてる。もうだんだん会ってないし、1ヶ月。え、いつ来たんだっけ？2月13日。痛いけど、痛気持ちいい。逆に、普通のパジャマ味わったことあるから。ああ、でも、パジャマで来たら、嬉しいな。いつもさ、苦しそうにそれ。音楽入ってます。はい。今日先生がいなかったら多分ここに来ても普通じゃないです。じゃあ一言お願いします。めっちゃ楽になった。言わせてる感じ。でも本当にもうちょっと長い時間ゆっくりと寝転んでやってほしいです。何でもできるから。何でもできるね。眠い。気持ちよくて眠い。めっちゃ軽くなった。ありがとうございます。